お疲れちゃんです、ラットです、よいしょよいしょよいしょ、はい、ってことでね、はい、あれ私の紹介はいいのかな久しぶりにね、ちょっとあの焼き鳥くんもまあ軽くね、お久しぶりです、ラットです、焼き鳥です、はいはい、もうやりていきます、これ初手事故っていうの完全初手事故はい、で今日はね久しぶりにヒール三種をやろうと思います、はい、で前ねヒール三種の、まあ、ミラーのね、うん、ミラーヒール三種出したんだけど、さすがになんか、まあ、あんま使わないから、うん、今日はね今回は普通にね、まあ、ちゃんと使えるだろうヒール三種を紹介したいと思います、うん、ちなみにヒール強くなったん、一コスになって、情報修正と言われてますけど、はい、まあ個人的には大幅下方修正ですね、はい、マジで調子になったのね、そうなんか三振に5打たれた三振にヒール打っても、うん、その後ウッド打たれたら三振消えちゃうみたいな、 あれヒールしても、そうでガゴムレにザップ打たれてヒールしたらなんかエレキズシャンで、あれってあれって前まで生きてたのになみたいな、逆にじゃあ、うん、もう使えなくなってしまったと、そうなんかね、なんかもうちょっと隠してくれればいいんだからなんかゴブリンがちょっと一発二発受けて減ったところヒールとか多分そっち系の方が意外とね、まあ、ミリ残り延命の、そうなんかガゴムレとか三振にあんまヒールがね使えないなっていうイメージがすごいありましたね、もうガゴムレと三振使えんかったら何も使えんけどな、そうなんだよなってことでグローバル大会があるんでね、やっていきたいと思います、はい、カイナンやカイナン、ちょっと待って、あの焼き鳥が焼き鳥が喋るとマジ俺の動画なんか事故るからノバワールドのカイナンや、知らないよもうあんまね喋んないでほしいみたいなのがあるね、行きましょう、えそう久しぶりに、そう久しぶりに焼き鳥だわって多分みんな思ってるかもなんだけど、うん、あれなんですね、今日は安定のライキホーンズ選手のお家でいます、毎週来てるな、毎週いる毎週いる毎週ホーンズ選手の家にいるから、うん、であのメンツもね一緒もうほとんど変わんない、ゴッツとテンゴッツ選手とあと池津場くんね、うん、一緒、モデルもね、そう一緒でもう先寝ちゃったんだよねみんな、本当にね、みんな早いわまだ、そうまだ2時やで、うん、早すぎ、もう寝ちゃったんでね、もう2人でゆっくりいろいろ話してね、大事な話をしていろいろした、今大事な話したっけ、うん何もしてなかったちょっと待って、やばいこれやばい、なんか俺待って、グローバル大会こんなすぐから負けるの嫌だよ俺、やばいやばい、ちょっと縦が多い J3 子やで、相手えこれ J3 子相手、うん、いや違った、嘘、 J3 子の三子の場所がちょっとナイトみたいな記号分岐ちょっと待って、やばいやばい、こいつに出たやつ、ここでもうケアを、いやむしるか、ここあーむしるし、いやうんむしる、もうむしる、うん、むしってエリポンですね、で相手ファイボーザップですね、ガゴムレに1回ザップ打たれて三次子のファイボー打たれてるんで、ファイボーザップってヒール打つところが正直なくて、うん確かに確かに、まあ、ザップ打たれた後のあここら辺の何相手、あの高い位置のギャングガゴかちょっと独特ちょっとじゃねえよめちゃくちゃだよ、めちゃくちゃゴリオスね、いやカード回し、あいややばゴリオスカード回しやね、うん、あしかしこれはあれなぜか刺さっていく、なぜか刺さっていく、あああ焦ったあれね、このなんかグローバル大会焼き鳥が言うに、うん、なんだっけ9勝20勝までは大体同じような、ああてかみんな同じマッチングみたいな感じ、そうだランダムだからいろんなトロフィーの人と当たっちゃうってやつですね、でも20勝目から若干なんかレベルアップ、うん、まあ多分何勝した人みたいな多分限定されてて、で30勝でさらにレベルアップみたいな、なるほどね、感じだと思ってる、ヤギトリセンス一つ言いたいんですけど、はい、ヒール初めて使いました今、めっちゃよく立つやん、おー強えヒール事故なんかねマジでヒールさえしね、前の3コスのヒールの方がやっぱ回復量があって、うん、回復時間もあったから、そのなんていうか一発逆転っていうのとかもあったり、相手からしたらやばいやばいっていうこのね、確かにな、まあ、もうやられたらちょっとこっちもびっくりするやん、急にガゴムレミリ残りがヒールで復活してきたらこっちだと焦るわけだし、そうだね、なんだけど一発で持っていける力っていうのが強かったからね、そうヒールチンパン、
チンパンザ。それな。それ一発で一気に逆転できるっていうのが強かったのに、もうそれがもうなくなっちゃったから、なんかちょっとのダメージを増やすぐらい。ああ、確かに。今のヒールだったらそんなびっくりしないもんな、やられても。そう、なんか、ああ、はい、はい、はい。なんかやってんな、みたいな。はい、ああ、ラッキーみたいな程度だから。そうなんだよね。なんか一発逆転がヒールによってなくなっちゃったから、そこは結構苦しい。苦しい。でまだ聞いてヒーローの作ってないよ。いつだカード回しも、あ、カード回しもできない。むしろせっかくの低コストのいいところは気軽に避けるところなのに。そう、なんか、あ、でもこれじゃね、あ、ここじゃね、このプリンセスに来た使うように来た。手札回しできない。いや、でもここでもちょっと微妙ね。いや、今使わんかったら一生使うんで。バレた、マジでバレた。お、使う気ないよ、もうやめて。いや使う気ないって言ったらダメ使います。マジで今日はヒール三種の紹介やで。そう、今日はヒール三種のヒールをね、まあこっからですよ。相手はちょっと枯渇ホグかと思ったら最後ダッシュで出てゴレゴレがおるやつやで、ね、ゴレが、うん、あ、これにここにで小城ババで打ったらカモン来た、これここでヒールをヒールで、しかも小城ババもヒールすることによって突進が入る。ヒール魂もやって、まあまあまあ、これヒールのおかげかな。あ、 そうだね、まあザップザップ食らってても、そんなそんな関係ねえよ。なんでだよ、マジでヒール運営さんもう一回修正して。今あれだね、手札回ったから、うん、あ、それな、それでエリポン受けたんや、ね、それな。おヒール最強やん。それな、理論上最強だ。アイスピリオクね。そういうこと言わないの、それキンクだから。あ、そう、ね、そう、よくないよくない。そうなんですよね。ここにこのスペルを割くのかっていうのが一つちょっと悩みなんですけどね。うまい。おいしい、おいしい。うまくね。じゃあここでヒールが、これね、あれが来るんだよ。そう、ここでガゴレ追加して、でこれもう、はい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 、ああでもね、聞いてもう回るから、ヒールが1コスだから。そっか、それのおかげで回ってんのか、もしかして。で、それがやっぱ、いや、そこっすね。これでゴーストとかマスケッティアが、そう、またヒールでできて、あ、これで確か、あ、こういうことか、これで無限回復するんだ。そうだ、そういうやつだ。もうエリボン置いて貯めて1コスでちょっと回復して、回してもう一回回復、こういうことだ。いや待てよ、これさ、ミラーとかつけたら強そうじゃね、と思うやん。うん、甘いヒール使ってミラーヒールじゃんね。甘い、もうミラーヒールで、ミラーで三重視でみたいな。もう枠がない、枠がない。だってウッドかザッパ欲しいじゃないですか。確かに、もうどっちか入れてヒールも入れてミラーも入れて、もう枠がないの、枠がヒールとミラーヒールで実質前のヒールと同じみたいな参考数だから、うん、あ、でもちょっと少ないなんかちょっとそれでも少ない、なんかね、ちょっと少ないの、やば、それはなかなかやってんの。そうだって、ミラーヒールが言うて、あの、あ、これヒール欲しい、ヒール欲しい。あ、今ないおお、回復して、おお、これでゴーストが耐えて、おお、え、強くね、きた、今のおかげでちょっと入ったね。ちょっとマジでちょっとなんて、ね、これマジでちょっと、いやすごくない、あれが大事、あれが大事ってか、トルネファブが大事、ほんのちょっとえ、いいの、あ、でもエリポン受けるから。あ、でももしかしてさ、これトルネファブに耐えることはない、ない、ない。これさ、なんか結構相手の時苦しゅない、うん、苦しい、ミニペも入ってるし、ナイトってかめちゃくちゃ強い。なんのデッキこれ。さてはサブユニット攻め。サブユニット OP だわ。このアイスウィズ削りが多分決めてやで。気をつけんと。それはディス。あ、でもこれね、ワンチャントルネとかだったら、まあ、でこれもね。あ、なるほど、ここでヒールを使って。あ。パルチだった。でも入ってる。そうな。ヒールいらんかった、うん、これも最後の1枚もパッと見ホグやけど、お、最後の1枚なんでしょうかね、相手の、これわからないよ、これファルチティは無視ですね、もうあのエリボン来たいんで、いや無視ダメだ、ごめんなさい、嘘です、すぐ嘘つく、あの意外とこういうちゃんとしたダメージを結構抑えないと後半なんか痛い目あるんですよね、アイスイズとかも、おでここでミニペッカとアイスイズ出たんですけど、ここでこの逆サイ工場すごい大事で、なるほど、こうすることによって相手はこの工場を防衛するんですよ絶対、そしたらここ防衛しやすい、相手エリババデッキだったわ、ああ心配やん。まあ、これが痛い、あっ、でも結局一発で死んじゃうんだよね、それは、うん、手札回しやな、そう、手札回し、はい、今な、手札回しスケルトンでよくね、いや、もうな、分かってない。
ヒールっていうのが入ってるだけでこいつ相手警戒しちゃうんだね。そうやばい、やべ、これはポイズンでもそんな回復しねえなって。警戒されてない。どういうことかな。一体どういうことか。あ、でもこれ、これあ、でも見て、これ小島場の土地が入る。おお、わ、そっちね。今三種回復すると見せかけての小島場回復な。フェイク、フェイク、フェイク。いや、やっぱそういうのが強いんだよ。そうだから、もうガグブレと三重士にヒールの試合は終わった。あ、小島場とかゴブリンとかちょっと違う、あの体力があるやつを若干回復させるみたいな。そう、まあ、ゴレの爆破を入れるためだけにゴレにヒールとか、ゴレ前手にヒールとか、うん、まあまあほんとちょっとだな。ね、はい、そう、でもほんとにそんな感じなんだよね、うん、だからヒール三子が普通に前だったら結構使えた感とか、普通になんか、うん、結構大事な場面でも使ったりがあったと思うんですけど、うん、だから1コスだと、まあ、まだどういう使い方をするのが正解なのかっていうのが個人的にまだ分かってないんで、もう前だったらマジヒールだったら絶対三子ヒール、ガゴムレにヒールとかだったんですけど、今このヒールを三子とかガゴムレに使ってもそんなね、そんなメリットがない。だからなんか一体何にヒールをしたらいいのかっていうのがまだはっきり分かってないんでね。そうだね、そう、意外とバルーンとかとは合いそうだけどね。2連残りで入んないなって思ったとこにヒールやって一発ぶち込むみたいな。それとは天才やね。気づいた、天才やね。しかも1コストで高回転。え、バルーン高回転なる。気づいた、やば、気づいた、天才や、天才かもしれない。はい、ってことでバルーン、バルーンヒールの動画をあげようかな。あげんの、行ったな焼き鳥が。あげないの。さて、はい、そういうのがいいな。だからまあそういうとこ、まあこれから開発されるかもしれないからね。これからっすね、まあ、これから、まあ、お楽しみと、うん、そんな感じですね。なんでヒール三子はちょっとお蔵入りですがね。はい、ということでね、はい、今回は一応ヒール三子なんですけど、まあ、結論ヒールはそんなでした。はい、はい、終わります。終わりです。一応ね、あのチャンネル、ね、概要欄に焼き鳥のねチャンネルリンクも、ね、貼っとくんでね。貼れる、まあ、貼っとくって言ってもいいね。いつもあの 2v2 で MVP の一緒だったから焼き鳥の貼ってあったんだよな。あ、さすが。で最近わざと俺消してるから。消せない。しっかり貼っといて、しっかり。まあ一応貼っとくんでね、皆さんぜひ焼き鳥のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで僕のねチャンネル登録の方とはこれと高評価の方もぜひよろしくお願いします。では。